沖縄気象台は、沖縄県にある、気象台。殺難諸島以西の南西諸島の天気、予報業務などを行っている。管轄下に、南大東と地方気象台、宮古島地方気象台、石垣島地方気象台、那覇航空速攻所がある。沖縄地方気象台と間違って言われることがあるが、沖縄県は、海洋面積で計算するとその広がりが非常に大きいため、 法令の規定により当面の間関区気象台と同等の地位とされている。よって地方や関区がつかない。1930年頃の沖縄地方気象台1887年、中央気象台が沖縄県に対し那覇に二等速攻所を置くように指示し、1890年7月1日に沖縄県立那覇二等速攻所として、 那覇若狭町村あざ松尾山で1日6回の気象観測を開始した。この日を沖縄気象大設立記念日としている。当初は職員3人で発足し、首里、国神宮古、八重山、久米島、三里の6役所に簡易気象観測所を設置した。1895年、日清講和条約により台湾が日本領になった時、 南西諸島が本土と台湾を結ぶ中継地として、石垣島に付属速攻所を設けるなど事業を拡大。1900年には、毎日24回の定時観測通報を義務付けられた一等速攻所に昇格した。1924年5月1日、失火によって全焼し、蓄積してきた観測資料を全て失った。当時の第4代中央気象台長、 岡田武松は沖縄には本邦屈指の高度な無線機器を設置し、国営にすべきであると内務省、文部省、大蔵省を解き、国営への移管に成功する。これにより、沖縄県立那覇一等速攻所は中央気象台附属沖縄速攻所となり、沖縄県会議事堂に仮住まいして、観測、予報業務を再開し、その合間に新庁舎の候補地選定を急いだ。 1927年4月5日、風塚に鉄筋コンクリート造りの庁舎群と地上約90メートルの無線台鉄塔2機が、竣工、5月5日から気象業務を開始した。その後、完成の改正で、1932年に中央気象台を沖縄次第、1939年に沖縄地方気象台と解消。 沖縄戦後米軍に接収されるまで国営で運営された。沖縄戦の際には職員は気象台、陸軍、海軍へと分かれ特攻隊への気象情報の提供のため気象台は防空壕を掘って観測通報を続けたが1945年5月24日に壕が爆撃され沖縄地方気象台としての組織が壊滅、機能消失した。その後も 陸軍第10戦気象隊らと観測通報に勤めたが、途上で離脱。沖縄戦勃発時に在籍した三十八人のうち三十三名が戦没した。九百四十五年八月十一日に沖縄速攻署に降格、さらに九百四十六年十一月十三日に廃止された。竜風の石踏み百四十四年十月十日、沖縄では、 大空襲があり、特に那覇市は集中的な攻撃を受け、地域の90%が消失した。那覇港や飛行場の近傍にある丘の上にあった沖縄地方気象台は、建物は幸い奇跡的に爆撃を逃れて、無事だったが、一万一に備え庁舎の南方に防空壕を掘った。また、海軍や陸軍の気象班も同じような壕を近くに掘った。 1945年3月24日から艦砲射撃が加えられ、沖縄地方気象台も攻撃の対象となり、大変危険になったことから、庁舎の南方に掘った防空壕に移転することになった。気圧は壕内で、気温と湿度は壕の入り口付近で、空港風速は目視で観測し、毎時刻福岡管区気象台に通報を行った。 1945年4月1日、沖縄本島に米軍が上陸し地上戦が始まった。一度海軍や陸軍の豪への撤退も考えたが、当時の田中大長代理が海軍の豪の通信システムが悪環境で通信がはっきりしないため、8人の気象大職員の風下の豪への残留を決意した。5月下旬、米軍は気象台の通信を探知したらしく、 防空壕付近に猛烈なグラマン機による空襲を受け、爆弾のため壕内で落盤が起こった。5月27日にその壕を放棄し、陸軍第10夜戦機小隊と共に、糸満市前平に南下した。1945年6月12日、前平で陸軍第10夜戦機小隊と分かれて行動することになり、この日未明には糸満市伊原に宿営し、 6月22日に生き残った12名が解散し、その後それぞれ悲しい運命を遂げた。また、陸軍第10野戦気象隊は6月20日まで観測通報を続けたものと見られている。戦後、沖縄地方気象台の壊滅を聞いた全国の気象官所の職員と琉球気象台の献金によって、琉風の日が作られ、1950年12月15日に、 除幕式が行われた。連合国軍総司令部は、気象事業について、沖縄本島の気象観測は、カデナの米空軍気象隊に命じ、本島以外の南西諸島の気象干渉は引き続き、東京の中央気象台に運営させた。米国極東軍司令部は1950年1月、軍勢を、琉球臨時中央政府に移行するのに伴い、気象業務を、 琉球人によって行うことを計画。那覇市に琉球気象局を開設した。それに伴い、中央気象台から出張勤務していた本土出身者は引き上げることになり、業務は地元出身者のみで運営されることになった。その後、1952年4月1日の琉球政府発足以降、日本復帰までの気象干渉の遠隔は以下の通りである。 当初、気象庁は、沖縄の本土復帰に合わせて、那覇管区気象台への改装を計画したが、大倉省との折衝の結果、ミニ管区とすることにし、沖縄気象台となった。1987年、沖縄気象台は、那覇市ア部区から、那覇市日川一丁目の那覇第一地方合同庁舎に移転し、今日に至っている。沖縄気象台は、沖縄気象台のほか、宮古。 八重山諸島、大東島地方を管轄する。全国の11地方予報区の一つ、沖縄地方の地方予報中枢である。地方気象台は、宮古島、石垣島、南大東島にある。また、那覇空港には、那覇航空速攻所が置かれている。なお、沖縄気象台は、各管区気象台と当分の間は、同等とされる。各管区気象台とは異なり、 大腸直轄で部は存在しない。特別地域観測所は、かつて気象庁職員が常駐していた、速攻所から移行した観測所で、現在は無人化されているものの、気温、降水量、風向、風速等の観測は自動化された機器で継続している。各地方気象台は、他管区の地方気象台とは異なり、防災業務化が存在しなかったが、2010年4月に、 宮古島、石垣島地方気象台には、防災業務課が新設された。しかし、2013年10月に、気象庁全体の組織の見直しにより、地方気象台で火星がなくなったため、従前の技術課長は観測予報管理委員官、防災業務課長は、防災管理官、総務課長は、業務、危機管理官となっている。航空速報所は、航空地方気象台に準じて、 空港の気象観測や気象ブリーフィング等を行う機関。航空気象観測所は気象庁が空港の気象観測をその空港の管理者等に委託して行う施設。なお、航空速報所空港出張所、空港分室は委託化のため航空気象観測所となりすべて廃止された。気象庁の遠隔をまとめたもので沖縄気象台に関しても触れられている。 沖縄県立那覇二等速攻所から沖縄気象台の遠隔などをまとめたもの、沖縄線についてまとめたもの、沖縄地方の気象特性についてまとめたもの、ありがとうございます。